で、ここからモンゴルに来たら、ここから。そうすると2行下に行くから、ちょうど比数的にも OK。だって、丸は1個使っていいんです。丸は1個。そうすると、ちょっとここもっと下に行く。この食べ物、タイミーは食べたことある、マイさん。ベトナムも。もちろんでしょ。だったらさ、これさ、美味しそうですじゃなくて、食べました、美味しいです。短いので、少し考えて付け足して。あ、ブリーニっていうのがロシアのファストフードなんだ。パンケーキはちょっと似てる？あー、そっか。うん。え、羊の肉と何が入ってます？あ、小麦粉で多分できた団子みたいの中に羊の肉が入ってるんだ。ソースはどんなソース使います？あ、そのまま食べれます？じゃあそんなになんか濃い味とかはないの？みんなお家で作りますか？それともお店、お家で作ります？餃子と日本の料理と比べると、モンゴルの料理は味がすごくシンプルですか？うん、食べてる。誰が作ったもの？社長。何が好きですか？じゃあ日本のもので。親子丼。この丸は丸一つですか？いろいろなスープ。中国での、ファストフード何しました？あ、それはどんな鍋ですか？辛いスープ。辛いスープと辛くないスープ。いいね。食べて。何の食べ物にしました？ロージャーモン。ロージャーモンはお外で作ったものを食べますか、それともお家でも作りますか？買いに行きます。野菜とお肉、ソーセージ。でもお肉も違う肉。あ、そうだよね、そうだよね。オリジナルに自分の好きなのやってもいいんだよね。あ、だから、ビーフジャーキーみたいな。はい、そしてひとまず開けて皆さん書き始めてください。私の国の代表的なファストフードといえば、綺麗な字でもう一回綺麗に書きます。